ます。よし。大事なのかな。ございません。はい。まず一問なんですけど、昨日の夕方に丹羽大使、中国の丹羽大使をですね、乗せた車が、中国人と見られる男に襲われて、で、日本の国旗が結果的に、奪い去られるという事案が発生しました。この受け止めとですね、今後の対応についてよろしくお願いします。これはですね、一言で言えば大変遺憾なんですけれども、まず国旗っていうのはですね、これは国の、いわば威厳を尊重しなければならない、そのことに対して相当の注意を払わなければならないというのが、まず国際法上のですね、原則なわけです。またウィーン条約上もですね、外交官に対して身体の自由などをきちっと守っていかなきゃいけないと、こういうことでありますから、厳正に抗議をしたところであります。事案が発生をして確か1時間後でありますけれども、厳正な抗議をし、再発防止、そして、合わせてですね、この事件に関しての刑事捜査というものを強く求めたところであります。それでは各社さんからお願いします。大臣、一部報道で、野田総理から金と国家主席宛ての親書を山口副大臣が訪中する際に持参すると報道がありましたけれども、事実関係の方が、はい、ちなみに先ほどのですね、厳正な抗議に対して中国側として、まさに極めて遺憾なことなので、これはしっかりと法に基づいて、対処する。また、中国に滞在をしているですね、在留邦人、日本人のですね、また企業のですね、安全確保をしっかり図っていきたいと、こういう話があったところであります。今日もうすでに高いレベルで、抗議をしてますけれども、今日正式にですね、その時撮った写真だとか、もうナンバープレートなんかもどうも、写真を撮れてるみたいなので、そういったことを傾向しながら抗議するということになります。で、今のご質問は、副大臣の訪中ということでありますけども、今そういう方向で調整をしてます。はい、現下の日中の情勢、地域全体の情勢、これ朝鮮半島も含めてということになります。またグローバルな情勢を踏まえてのですね、意見交換、意思疎通というものを今私は図っておかなければならない、そういうふうに考えています。大臣、今日は明日からですね、北京の日朝協議が始まりますけれども、議題を整理する事前の協議という位置づけだと思いますが、これに対するその期待、見通しとですね、あとその海外メディアの報道で、そのシンガポールで、海外メディアの報道で、はいはいはい、シンガポールで上のその政府が、政府の実務者がですね、接触して経済協力等について話をしたという報道がありますけれども、その事実関係も含めて、シンガポールで協議したという事実は全くありません。それはもう間違いです。それとですね、北京での予備協議でありますが、以前から申し上げておりますけれども、まず議題を整理をするということで、何回かかかるかなというふうに思ってます。私はしっかりと我々が考えていることというものがきちっと整理されるようにですね、しっかりと対応したいというふうに考えています。大使の件ですけれども、改めて本日中国側に対して抗議をする予定ということでしょうか。いや、もうすでに抗議をしてますので、昨日の時点でですね、その、いわば先ほど申し上げたように、
その現場で写真を撮ったりしたんだそうです。犯人の、まあ、ナンバープレートだとかそういったものを持ってるので、その時に、まあ、改めて、北京の方でですね、そのことを言うと、こういうことであります。すいません、先ほどの新書の件でちょっと確認なんですけれども、この前の尖閣の事件については総理新書の中で触れるようなお考えというのはあるのでしょうか。新書の中身を手渡す以前にですね、また内容をお話をするというのは避けなければならないと、そう思ってます。先般だって手渡しをした後概要を発表したということでありますので、今内容について申し上げるわけにはまいりません。大臣、重ねてすみません、日朝協議についてなんですけれども、今回その4年ぶりに協議が再開するということで、その拉致の問題がですね、再調査につながる、あるいはその拉致の被害者がその新たに帰国するという可能性はあるというふうに大臣は考えていらっしゃいますでしょうか。今私が申し上げられることは、先般も委員会でこうやり取りがありましたけれども、やはり日朝間には諸懸案あって、私は拉致の問題が含まれると当然に考えているんです。でその上で、遺骨の問題も重要、さまざま諸懸案があって、私は拉致の問題最重要である、そういう観点で対応したい、そう考えております。新書の件ですけれども、山口副大臣は、はい、いつ訪中の予定ですか。国会とかもあるんで調整してます、事情が許せば本日かな、事情が許せば本日からということになると思います。はい、大臣、オスプレイの、モロッコの事故の分析結果が出ましたけれども、沖縄山口の理解につながるものだというご認識でしょうか。日本政府としてですね、やはり主体的に分析評価をして、その安全性を確認する必要がある、まあ、まずモロッコの事故ということであります。その後フロリダの CV の方でありますけれども、しっかりと確認をしたいというふうに思います。で今日それは防衛大臣の方からですね、分析結果については発表があるだろうというふうに思います。でそれを踏まえてですね、単純に分析結果が出たからですね、はい分かりましたということでは必ずしもないと私は思います。ですからじゃあその分析結果を踏まえてどうするのかと、日米でというやり取りをですね、私がやるべきだというふうに思うんですね。そして米側からやはり一定の回答を得ながらですね、この安全性の確認というものを行っていくべきであると。ですから私は元から申し上げておりますけれども、初めにスケジュールありきという立場は取りません。ただ、まあ、これもいつも申し上げて恐縮なんですけど、CH46E っていうのはもう自衛隊も退役させてるんですよね、これ。で、20年前に製造をやめてるんですよね。で、今、海兵隊はもう MV に換装してると。オスプレイですね。で、我が国の安全保障と東アジアの安全保障、南西諸島含めてですね、しっかりと対応する。それもやはり我が国として必要なことである。ですからそのことをきちっと踏まえつつも、ただ安全性について、皆さんなかなか懸念があるというのが現状でありますから、それに対してやはり日本政府が独自の分析を加えて、アメリカ側にですね、さまざまな疑問点があるのであれば、それについてきちっと問いただしながらですね、安全性を確保していくということは私は大事だと思います。そして日米合同委員会で、そういった場があるわけでありますから、そういった中で、さまざまなやり取りを現時点でもしている、あれ週1回ぐらいやってますからね今、そういったことをやりたいなと思ってます。申し訳ありません、委員会がありますのでこれで終わらせていただきたいと思います。島根新聞社さん、中心報社の記者がありますけれども、はいはい、竹島の問題についてなんですが、はい、
ここへ来てですね、地元ではその今後の展望をですね、に関してその期待というか関心というのが、高まりつつあるんですけれども、今後その、第三国へですね、ここアピールする場合の手法だとか手立て、あるいはその 省内でですね、体制をその、まあ、例えばチームを作ったりとかですね、あるいはまあ地元の自治体と連携をしたりとか、そういったところを含めてですね、どういうふうにまあ情報発信を強化をしたりとか、あるいはそのロジックをそのまあ強化していくお考えですか。地元の自治体と連携を取ることはまず大事だというふうに思います。で、すでにパンフレットは10カ国の言葉言語に、10の言語に、訳してまして、それぞれの在外公館に、広報 PR をすでに指示をしているところで、あります。やはり、この間ですね、日本政府として竹島について管轄権の一部が行使できない状況にあったわけです。もうチョンドハン政権、もっと言うと李承晩政権以降ずっとそうだったのに何もしてこなかったと言ってもいいかもしれない。そういう状況の中で初めてですね、本格的なアクションを取り始めるということだというふうに考えています。ありがとうございました。